榎本さんの遺体はすぐさま鴨根大学附属病院の検視解剖に回された。流行り神3実況を続き返っていきたいと思います。トイレの花子さん、式部先生がメスを握っている間、僕、間宮さん、そして文子ちゃんは病院の廊下のソファーに座っていた。その間ポツリポツリと文子ちゃんが見た状況を聞かされた。文子ちゃんはたまたま公園に来ていたという。目的はもちろんトイレの花子さんに会うためだ。久しぶりにトイレに行こうと歩いていたその時、榎本さんに会ったという。彼はなんだか疲れているようにも切羽詰まっているようにも思えた。彼女に嫌われないようにか無理に笑った表情が今日も怖かったと文子ちゃんはつぶやいた。榎本さんは何としてでも新しい手がかりや物証を見つけるためにトイレにやってきたようだ。そしてたまたま出会った文子ちゃんに改めて話を聞こうと思ったが、彼女はやはり嫌がった。それでもなお詰め寄る榎本さんから逃げるように公園を走り出す。追う榎本、文子ちゃんが向かった先はトイレ。目的は花子さんに助けを呼ぶためだ。彼女がトイレの入り口に差し掛かった時に榎本さんに追いつかれた。その時変な感じがトイレの中からしたという。思わず覗き込もうとした時に榎本さんが中から出てきた黒いものに引きずり込まれた。これ天狗なのかな。榎本さんの悲鳴、重く血を割るような振動と音。榎本さんを捕まえたものもちゃんと見ていないが、人とは思えないほど大きく黒かった。怖くなってトイレから離れた時、僕と出会った。あとは僕が見た状況というわけだ。彼女の証言は曖昧なところがあるが概ね一致する。彼女が見た黒くて大きなものも現場に残された大きな羽が裏付けている。人間とは思えない何かが榎本さんを襲った。だがどうしてトイレに潜んでいるのか、それはさっぱりわからない。おそらくそいつがたたらサチの死にも関連していると思うが、今までにそのような海生物の目撃証言なんてない。それほど目立つ存在であるならば近隣住人の証言があってもいいはずなのに。おそらくその詳細を知っているのは榎本さんだけだ。だがその彼はもうこの世にはいない。僕は文子ちゃんを見た。未だに体を震わせ恐怖に耐えている。僕は黙って頭を撫でるしかできなかった。周囲との孤立と度重なる奇怪な事件は小さな少女にはさぞかし不安だったことだろう。終わったわ。式部先生が手術室から出てきた。すぐに僕は立ち上がり彼女に駆け寄った。彼女はふーっと深いため息をついた。死因はあの老婆と同じよ。引きずられた、擦過傷以外は目立った外傷はなしね。直接の死因は心不全。ええ、その通り。まだ若く眼鏡に見える榎本さんが心臓だけ突然壊れた。彼の体に付着していた大量の血痕も調べてみたわ。意外な新発見もあったわ。それは何です？最初に発見された血痕と老婆の返り血、そして彼の血液を照合してみたら一致したわ。え？つまり最初の血痕とたたら幸で検出された血液は榎本さんのもの？ありえない。だって彼はついさっきですよ。わかってるわよ。ありえない。だが事実はそうなのよ。頭が混乱してきそうだ。この事件は進化し複雑化している。少しでも明確にしようと試みるがうまくいかない。何が起こってるんですか？今のところわからないわ。でもこれだけは言える。彼の殉職の無念を晴らしてあげなさい。そうだ、犠牲になった榎本さんのためにも僕は前に突き進むしかない。その決意を示すかのように拳を握ると、式部先生は僕の肩を叩いた。あの女の子の面倒は私が見ているから、あなたはあっちの彼女をどうにかしなさい。彼女が指さす示されたソファーを見ると、顔を真っ青にした優香、間宮さんがいた。文子ちゃんと同様に体を震わせている。間宮さん、そっと声をかけたが僕を見ようともしない。トイレに引きずり込まれる化け物、同じあの時と。間宮さん、そうだね、あなたも引きずり込まれたもんね。あの時と同じだ。あの時はよく死ななかったね、優香ちゃん。同じって何です、間宮さん。僕は彼女の肩を揺さぶってこちらに気づかせる。憔悴しきった彼女の瞳が訴えるように僕を見つめた。いや、今こそ解決しようよ、この事件を。天狗。天狗？天狗って何のことです？だが彼女はそれ以上は何も語らず、ただ震えているだけだった。ねえ、聞きたいことがあるの。あなたは誰？何が聞きたいんです？あなたは
ハグロカオルなの？すがるような目つきだ。真理を求める目つきにも思える。マミヤさんに対し僕は返答できるはずがない。いや、使ってこう。だったらその求めに応じよう。もうそんなに長くないと思うんだよ。カリッチポイント使ってって大丈夫だと思うんだよな。僕はハグロカオルです。そう呼ばれています。その問いに対してはこう答えるしかない。彼女が本当に何を求めているのかはわからない。だが僕はハグロカオルだ。とにかく今はそうだ。マミヤさんは前髪を掴んで顔を覆っていた。そんなことが聞きたいんじゃない。じゃあ僕の名前は仮の名前だと言えばいいんですか。そんなことが聞きたいんじゃないよ。この状況で僕のことを語ってもただの嘘つきだとしか思えないだろう。こんな形でしか僕は自分の真実を伝えられない。僕はずるいやつだ。教えてください。今回の事件とよく似た事件を知っているんですか。高校の時に出会った事件をよく思い出すの。トイレに現れる何か、これぐらいだったら他にも。そうじゃないの。引き寄せられているの。引き寄せられてるって、あの時の生存者がよ。マミヤさんの言葉に嘘はない。私、下橋美希、タタラのおばあさん、そしてあなた。最初は同姓同名の別人だって思った。ここは犬山村から遠く離れた都会だし、新人君は男だもの。それはでもさ、おかしいでしょ。ミキがやってきた。タタラのおばあさんもあそこで亡くなった。みんな呼ばれたわけでもないのに、あの時の事件に関わった人間が同じ場所に集まるなんて。そしてカオルと同じ名前のあなたがここにいる。それはきっと偶然じゃない。偶然なんかじゃ説明つかない。落ち着いてください。あなた、本当は彼女について何か知っているんでしょ。いやー、これはでも言われないことだよね。正直わかんないもんね、何も。隠してるなら教えてよ。全部、何もかも。彼女は僕にすがりついて何度も何度も体を揺さぶった。でも俺、このハグロカオル君は、ハグロカオルちゃんのことを知ってると思ってたけどね、最初は。知ってるのは多分道明寺だけなんだろうな。だが僕は彼女の期待に応えることはできない。なぜなら、そんなこと僕だって知りたいよ。そう、僕はただの名なし。ただ誰かに名前を与えられ、その誰かに期待された役割を果たすだけの存在。それ以外のことなんか知らされるはずもない。自分がハグロカオルでないことを告げれば、なぜその名前を名乗っているのか問われるだろう。僕は道明寺先輩に名付けられた。だから自分には本当の名前がない。そんなことを軽々しく話すわけにはいかない。僕はただ押し黙ってしまうことしかできず、無言の空間が流れる。どうして黙ってるのよ。何も答えることができないから。どうしてあなたがいるの。わからない。本当に僕にはわからない。どうして彼女がいないの。これだって僕にはさっぱりだ。いたんだよ。私はこれからどうなっちゃうの。僕が守ります。そう胸を張ってやれば彼女は安心するんだろうか。何を言われても僕はどう反応すればいいかわからなかった。やがて僕が何も話さないと気づいたマミヤさんはそのまま去ってしまった。僕はその後ろ姿を見送りながら思うことはただ一つ。どうして僕の名前はハグロカオルなんだ。いやー、深いな謎が。大丈夫お兄ちゃん。何が。ふみこちゃんと並んで帰りながら穏やかな笑みで見つめた。彼女は気遣うように僕を見つめている。さっきの病院で喧嘩してたから。喧嘩するほど仲がいいって言葉知らないかな。わかんない。それに仲が良さそうにも見えなかった。ははそっか。本来なら現場を真っ先に抑えた現職としてやるべきことはたくさんあった。報告書の作成、所轄の担当部署に対する報告、榎本さんの同僚たちも仲間を殺された無念を晴らそうと鼻息が荒く、僕に詳しい話を聞きたかった。だけど僕はそれを固辞した。この事件は常識では絶対に解決しないからこそ、彼の後を引き継ごうとする者に話しても意味がない。だから文子ちゃんを送る名目で出てきてしまった。つまり僕は逃げたのだ。だって人の涙を見て自分の無力さを痛感するのは辛かった。僕にだって辛いことの一つや二つある。生きているからそれを感じる。たまにはこれぐらいナーバスな気分になっても罰は当たらないだろう。
言葉少なげに丸山家までたどり着く。文子ちゃんは玄関先で孫ついていた。どうやら鍵をなくしてしまったらしい。おそらく公園で落としたんだろう。玄関のみならず窓の明かりもついている。家の中には誰かいるはずだ。文子ちゃんは仕方なく呼び鈴を押した。しかし反応はない。もう一度呼び鈴を押した。おそらくこの時間なら手筋くんがいるはずだ。開けて開けてお兄ちゃん。コンコンと控えめに、文子ちゃんはノックを繰り返す。それが何度も繰り返された後に苛立たしげに玄関の向こうに人の気配がした。今まで何をやってたんだよ。ドアを閉めたまま哲司君はぶしつけな言葉を投げつけた。すっかり萎縮した文子ちゃんは怯えながら何とか答えようとする。それは公園で。またそれかよこの嘘つき。文子ちゃんは開けてと何度も何度も懇願した。うるさい、お前なんか家にあげてやるものか。哲司君、開けてやんなよ。いくら何でも哲司君の態度はひどい。耐えきれなくなった僕は苦言を呈した。いいんだ、文子は構ってほしいだけなんだよ。いや、家に入りたいやろ普通に。彼女はさっき公園で。嘘だね、警察の人に頼んでまで僕を信用させようとしてる。これ相当な教育だな。この小学6年生かなの段階でこのひねくれ方は相当大変なことになるよ、中学上がったら。ねえ、どうしてそんな態度を取るの。決まってるじゃないか、花子さんだ。その言葉に文子ちゃんはビクッと肩をすくめた。花子さんなんているはずないのに絶対いるってすぐバレる嘘をつくんだ。それくらい許してやんなきゃ、お兄ちゃんだろ。こいつは絶対にしちゃいけない嘘をついたんだ。どういうこと。あれは嘘じゃないもん。まだ嘘をつく。じゃあなんでお父さんを見たなんて言ったんだよ。嘘じゃない、すごく嬉しかったのに。どこを探してもいないじゃないか。それで嘘つかれたと思ってこいつは嘘つきだっていうレッテル貼ってんのか。嘘じゃない、本当にお父さんは公園に。だから聞きたくないって言ってるだろ。哲司君、玄関を開けるんだ。嫌だ、開けるんだ。めったに上げない大きな声を上げてしまってチクリと心が痛む。その怒号に気をされて哲司君は素直に従った。ほら、文子ちゃん。文子ちゃんは無言で玄関の中に入る。だが兄と目を合わせずにそのまま家の奥に消えていった。彼女のすすり泣く声が聞こえてくる。この場に残されたのは僕と哲司君だ。哲司君、いいか、文子ちゃんは嘘を言っていないと僕は思う。だっていなかったじゃん。確かにいなかったかもしれない。だがそのことを君に伝えた文子ちゃんの気持ちは嘘じゃない。気持ちなんかいらない、もう二度と来るなバーカ。静寂が戻り、ただ苦い気持ちだけが最後に残った。僕は歩き出した。まあでもやりきれない気持ちになるな、これは。すると少し離れたところに見覚えのある人影が立っていた。本当だ、下橋さんだ。ミキティ、ミキティどうしたん。安心安全の下橋ミキさんですね。彼女は僕と目が合うと無言でお辞儀をした。僕も軽い会釈で返す。おそらく彼女はたたら幸と同時期に行方不明になった丸山美京の線を追ってここまで来たのだろう。その真意は取材か、それとも昨日見せた不審な動きの延長線上にあるのかもしれない。ただそれだけで犯人と確定させるわけにもいかないから、当たり障りのない言葉を選んで第一声を挙げた。この事件の第一発見者とたたら幸と同時期に消えた丸山美希久を追ってきたんですね。どうしてそれを。そりゃ僕だって警察ですから。僕はゆっくりと息を吐いてから言葉を続けた。子供たちに話を聞きたいならタイミングは最悪ですよ。あの家庭は崩壊寸前です。まともな話なんか。いえ、そうじゃないんです。彼女はためらっている様子を見せたが、やがて意を決して僕を見つめた。あなたを探してここまで来ました。僕を。おそらく榎本さんの所轄の方に聞いたのだろう。しかし僕自身を追っていたなんて。最初あなたに言ったじゃないですか、似たような事件があると。あれは嘘なんです。どうしてそんな。天狗が現れたなんて言っても警察に信用されないってことくらいは分かりますから。だから出まかせよ。ええ、騙してごめんなさい。天狗、間宮さんが口にした言葉だ。事件の流れが大きく変わっていくのを感じた。
もう天狗が出てくるっていうのはほぼ確信してたからね。なんか嬉しいね。優香から聞きました。天狗がまた現れたと。下橋さんもあの神隠し事件を追ってここまで。はい、事件の一報を聞いたときはまさかと思いました。榎本さんの殉職ではっきりと分かって。教えてください、あなたは何をしようとしていたんですか。優香と同じです。羽黒薫の行方探しですか。はい、それにタタラのことをようやくお話できそうですし。下橋さんの重く閉ざされた口が開く。犬山村には天狗を信奉し村を守るタタラという名家がありました。そのタタラ家のタタラ家と対立しているのはもう一つの名家、羽黒家ですか。下橋さんの首が縦に振られる。その因縁が背景にあって薫は5年前に行方不明、いや神隠しに遭いました。私は優香とは別の線で薫の行方を追っていたんです。間宮さんは村の外、あなたは村に残って事件を追うことを選んだ。簡単に言えばそうです。タタラ家と羽黒家の因縁。あ、そうだね。そもそも優香ちゃんがオカルトジャーナリストを目指すのってこの事件を解決しようとするためだもんね。そういえばそういう設定だったな。設定とか言っちゃいかんな。神隠しにあった薫、その2つに共通するのは天狗。だから村の中からその線を追えば必ず薫の行方がわかるはず、その思いでした。あー、俺あれか、ミキちゃんがずっと敬語使ってたから後輩と思い込んでたのか。そこで分かったことは、タタラ家の最後の一人タタラ幸が行方不明直前に足しげく寝びこ山に通っていたんです。老人にはきつい山道なのに、何度も、しかもその手には多くの食料らしきものがあったとも聞きました。それでタタラ幸の入山の裏に行方不明の羽黒薫がいると思った。はい、ですがその真相に突き当たる前に彼女すら神隠しにあって、些細なことでも関連しそうな丸山美喫茶を追っていたと。そうだけど現れたのは同姓同名のあなた。言っておきますが、僕はその人のことを何も知りませんから。そう言うと思ってました。でも何かを感じます。だからどんな些細なことでも分かっていることなら教えてくれませんか。それが私と優香の求める香りにつながるかもしれない。今度は僕が事情聴取されてるみたいですね。間宮さんと同じで彼女に話せることなんか何もない。むしろこの奇妙な位置は何なんだとこっちが教えてもらいたいぐらいだ。下橋さん、教えてください。その行動力の起因は何なんです。知的好奇心です。私にはその1年だけです。あなただって似たようなところがあるでしょ。ならばもう一つだけ。僕は軽く言葉を区切った。どうしてこの話を教えてくれる気になったんですか。もしかして僕がその事件を画策したのかもしれない。犬山村の神隠しによって不幸になっている人を今見たからです。下橋さんは指さす。示された先にあったのは丸山家だ。薫を探したい気持ちだけじゃなく、村の人間として無関係な人を巻き込んだ罪滅ぼしをしたくなったんです。彼女はそれだけ言って去っていった。まあ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 、筋は通ってるね。なぜ僕は羽黒薫なんだ。この事件にしたってただの好奇心で首を突っ込んだだけだ。なのに最初から仕組まれたかのように僕もこの事件の中心に組み込まれていく。この煮え切らない思いが重みを感じる頃、僕の肩を誰かが叩いた。道明寺。ああ、やっぱり。いや、道明寺先輩。複雑な表情をしている僕とは対照的に道明寺先輩はニヤニヤと笑っていた。なかなか不幸そうな顔してるじゃないの。おかげで今日はホットサンドがうまく食えそうだね。ホットサンド同好会の方ですか。悪趣味。僕は普通の時より低い声で彼の思考をなじった。彼の軽口はいつものことなのだが、さすがに今日ばかりは平常心で流せることはできなかった。なーによ、何か言いたそうな顔してるじゃないの。教えてください。なーによ。羽黒薫って一体何なんですか。今回、その名前のせいで僕は。カッコが一つ多いな。熱いね。ヒューと口笛を吹いて道明寺先輩は茶化す。彼はいつもこんな感じだ。いちいち付き合ってたら夜が明けてしまう。まあまあ慌てるな。面白い話をしてやるよ。それが僕の求める答えなんでしょうね。さあね、その判断をするのはお前自身だよ。さて今から始まるのは昔々のその昔、5年くらい前の話。
とある県警の佐藤さんの話だ。いろいろ突っ込みたいところはあるけれど、僕はあえて聞き流すことにした。きっとそれをするだけ時間の無駄だ。まあこの佐藤っていうのはこいつのことなんだろうな。いやね、そいつは俺に似て男前なんだけどな。彼から聞いた話なんだが、そいつがまた傑作なんだよ。どこぞであった神隠し事件の犯人が天狗がどうたらこうたらって夢物語を語るからさ。ふーんって、天狗？そう、天狗。ん？どうしたのよ、何か思い当たる？張り付いたかのような驚愕の僕の表情に道明寺先輩は愉快そうだ。まあいいや、とにかく佐藤さん、その頃の彼はそりゃもう熱心に仕事しててね、各地を放浪してたんだとよ。県警の人でしょ？町公務員に属する地方県警職員は全国に転勤なんてあるはずがない。大堅いことはいい子の足よ。その佐藤さんは自分の腕前を過信して熱くなってらっしゃった。確かね、優香さんのシナリオの一番最後にこいつが警察のふりして出てきたのは覚えてんだよ。病室だったかな。まあ道明寺がその時なんか時系列が変だなっていう話は思ったんだけど、道明寺多分こいつ年取らないんだろうね。その佐藤さんは自分の腕前を過信して熱くなってらっしゃった。文字通り天狗になってたんだな。その佐藤さんがどうしたんです？消えたのさ。消えた？ああそうだ、いや正確には最初から佐藤さんなんかいなかった。つまりだ、このお話の教訓はだ、お前も佐藤さんになりたくなかったら慢心しすぎず熱くなりすぎないこった。それじゃまあ頑張んなと中途半端に話を打ち切って夜の闇に紛れるように消えていった。ちょっと何が言いたいのか分かんねえな。一体何なんだあの人は。羽黒薫は何者なのか、その答えは何一つ与えてくれなかった。自分で突き止めろということ？だったら僕は得られた情報を整理してみることにした。いやもう一人関わってる人間いたやんって思っちゃうけどね。あの女性がもしかしたらこんだけ集められてるってことは、あの正体不明の女性がっていう思いはないのかな。羽黒薫という名前を持つ者が過去にいた。しかも間宮さんや下橋さんと親しかった。そして今僕が羽黒薫としてこの事件に関わっている。これって、そう仕組まれていたんだろうね。そう仕組まれていた。ならばこの編纂室に送り込まれた本当の目的は今回の事件だということになる。だがしかしこの事件は僕の移動した後に発生したということは、この事件は最初から仕組まれていた。この事件は最初から仕組まれていた。つまり道明寺先輩は遥か以前からこの事件の萌え目を察知し、絶対違うよね、対応するために僕を準備した。いや、あの人にしては手際が良すぎるような気もする。こう考えるのはどうだろうか。つまりこの事件を通して道明寺先輩は何か目的を達成したい。今までの彼の言動から察するに、その目的ってさすがにこっちかなと思うんだけどな。何か面白いもの見たいだけっていう可能性は大いにあるんだけどね。天狗の始末、それってつまり佐藤さんが解決できなかったことを僕にやらせようとしているの？随分厄介そうなものを僕に押し付けようとしているな。見ての通り僕には腕っぷしもなければ、取り立てて強い力も持っていない。ただ名前がないだけだ。だからこそ本質を持たず実態がつかめず、いつでもどこでも周囲に潜り込めるだけだ。例えるならばカメレオン、もしくは石膏、スパイだ。過去にあの人の言いつけ通りの仕事をしたのは、そうしないと僕の存在そのものの危機があっただけだ。そんな僕に、今回は一体何を期待しているんだろう。はあ、ため息をついてもしょうがない。心構えだけはしておこう。ひとまず情報収集のために編纂室に戻ろう。昔の偉い人も言っている。敵を知り、己を知らば百戦危うからずって。編纂室に戻るなり、僕は犬山女学校神隠し事件の報告書と食いっぴきになった。おそらくこの報告書を滑り込ませたのは道明寺先輩だ。さっきの佐藤さんの話からしてそれは間違いない。あの人は間違いなくトイレのこの事件を神隠し事件とリンクさせたがっている。この神隠し事件で行方不明になった羽黒薫、それを追うのはこの僕、羽黒薫。これはきっと偶然じゃない。もしかするとこの事件を担当させるために道明寺先輩は仕組んだのかもしれない。間宮さんが言っていた天狗とは、下橋さんが言っていた天狗とは、道明寺先輩が言っていた天狗とは、
どうしてあの人はいつも確信を言わないんだろう。そんなもんが分かったら、どんな事件でもすぐ犯人を逮捕に決まっとるやろ。ああ、インド警部か。突然の声に顔を上げると、インド警部が僕を覗き込んでいた。さっきまで誰もいなかったはずなのに、いつの間に。こんな時間まで熱心に調べもんなんて。いえ、どうしても気になって。うちも安心して馬の生態観察や、小型鉄球の落下運動の研究に集中できるっつうもんや。言っておきますけど、インド警部の競馬やパチンコのためにやってるわけじゃないんですからね。んで、何を熱心に見とるんや。天狗について調べているんです。ほう、天狗か。インド警部は下り顔で何度もうなずく。詳しいんですか？あー、ぼちぼちってとこやんな。インド警部は気が乗ったらしく僕のそばに椅子を寄せて座り込んだ。天狗っつうのはな、もともとは中国のもののけやったんや。それは初耳です。せやろせやろ。まあ言うてもその起源はほうき星や流星らしいけどな。ほら、お星さんが夜空を駆け抜けるとき、尻尾が、尾っぽがスーって流れるやろ。その様子が犬に似てるってことから天の犬、つまり天狗ってなったんや。へえ。山に住む花長の赤ら顔からは随分かけ離れてますね。そんな中国のものがいつ日本に？空海や遠鎮らの、坊さんがな、密教を日本に伝えた時と言われてるな。それがなんやかんやあって奈良時代に薬効者がやっとった山岳信仰とドッキングしてきたんや。奈良時代っていうことは7世紀ぐらい。そうやそうや。その時代から下下って鎌倉時代、山をようさん歩き回る修験僧がおるやろ。そないなもんも天狗藩というようになったんや。なんだか強そうですね。僕は今なお密教の修行をする山腹が山道を歩き回る興行の様を思い浮かべた。強そう。確かにな。せやけどその根底にあるものは実は別紙なんや。風体や修行法が山奥で隠れるようにやっとるやろ。その時の別の宗派から軽蔑されとったなんていう話もあるな。へえ。山腹ってな、名利を得ようとしてわがまま傲慢なもんとして死後に天狗に転生するとも言われたんや。でも、いや、民間では全く逆の見方をしとった。つまり神聖な存在と。そうやそうや。地に住む者にとって山奥なんて異界や。そこで起こる様々な現象は山の神の天狗藩が起こしとるってな。これが天狗の山の神やと言われる原点やって。なるほど。天狗のモチーフは山腹、そして畏怖し恐れた異界の山に住む神としての天狗。山腹は山中で厳しい修行を行うなんて聞いたことがある。日渡り刃渡りなんて危なっかしい修行をする姿には神々しさを感じたのだろう。それに病の者に対しての祈祷や薬の調合をしてくれるとなればなおのことだ。まして山中で突然出くわした山腹たちの姿に天狗を重ね合わせたのかもしれない。そのようなイメージの原型から共同幻想、幻想が形成され、たたらけのような形で天狗を信奉するようになったのは納得がいく。つまり天狗は信仰対象だったんですね。そういうこっちゃ。他には天狗は何をするって言われてるんですか？せやな、山の神様と言われてる以上、天候も操れたかもしれへんな。あ、なんかふみこちゃんがね、天気言い当ててたよね。僕はその時ふみこちゃんが明日の天気を予言したことを思い出した。彼女の忠告通り天候が崩れた。でもあれはトイレの花子さんが言ったはずだ。これが天狗の仕業なら話はすんなりつながるんだけど。え、ふみこちゃんが天狗ってことはワンチャンあんのか？もう一度話を整理しよう。遺体となって発見されたタタラサチは天候信仰をしていた。天狗信仰をしていた。過去の神隠し事件において僕と同姓同名の人、羽黒薫は天狗によって神隠しにあった。榎本さんの惨状を見て、間宮さんは天狗の仕業だと確信していた。今回の事件は犬山村ではなく、ここ東京で起きている。それらをつなぐものは関係者たちの中で唯一、神隠し事件とは無関係の文子ちゃん。文子ちゃんは一体どんな秘密をはらんでいるんだ？いやそんで、なんでそんなん調べとるん？確か赤いちゃんちゃん子を卵飯屋と一緒に追ってるんちゃうの？ああ、いえ、実は。僕は途中で別れて別の事件を追っていることを報告した。近くの公園でトイレの花子さんを信じているこの近くで天狗が暗躍していることを。トイレの花子さん天狗？
どっちか一つにしてほしいわ。ほんまそれな。僕も同感ですよ。はあ。でもあれや、トイレか。またしても遠藤警部は下着が落ちてくる。お便所には神様がおんねんで。はあ、でも単なる、なんていうのこれ。なんとか地区なら、うんちく？うんちくか。うんちくなら。ええー、から、聞くだけならただやろ。古代インド神話にな、お便所を清めてくれるっつありがたい功徳を持ったお神さんがおんねん。お便所を清めてくれるという言葉に僕はなぜか割烹着を着てトイレ掃除をする小暮さんの姿を思い浮かべていた。あれと割烹着着てトイレ掃除してんの？できない。今はちゃんと話を聞かないと。その名はウチッシュマッツとかアグニとか、そっから日本ではウスマミョウオって言われとるな。へえ、でもトイレくらい自分でお掃除すればいいのに。いや、清める言うても、ん？清める言うてもそや中年。お便所ってな、怨霊や悪魔の出入り口って思われてたんや。トイレを不潔にしてたらどうなると思う？そりゃ最悪、伝染病とか？そうや、そんな様をな、悪魔の仕業やって考えられてたんや。そのカウンターとして、なんとか様妙王と。飲み込みええ子は好きやで。トイレが怨霊や悪魔の出入り口か。そう捉えるとトイレで起こった数々の事件も合点がいく。今まで関係者ばかりに焦点を当てていたけど、場所に着目するなんて発想なんてなかった。例えばその思想は今もなお受け継がれとるんや。お便所をテーマにした祭りもあんねんで。そんなの初耳です。日本は万物に神様が宿る八百万の神々の国やないか。接近祭って聞いたことないか。これだって初耳だ。素直に首を横に振るとオカルトマニアという異名がなくで、と引導警部は笑った。でもなんかオカルトっぽくない。やっぱりオカルトと言ったら謎が謎を呼ぶ話だ。どれだけ情報を手に入れようと真相にはまるでたどり着けない。あれ、それってもしかして今の僕の状況？とにかくや、お便所は異界のもん。これテストに出るから覚えとき。なるほど、ありがとうございます。俺の言葉なんていらんわ。そういうのは行動で示さんかい。な、一杯どうや。警部はクイッとコップを手にして口元に寄せるジェスチャーをした。いえ、せっかくですが、今日はもう遅いんで。せやろせやろ、終電もなくなったしな。え、うそ。時計は静かに午前の時刻を打っていた。最近は律儀に登庁しているわけではないから車は使っていない。タクシーならば帰れなくはないけど、昨今のご時世で使うのははばかられる。もはや帰る術などはない。まあ一日くらい編纂室に泊まっていいかと思った矢先。よっしゃ、いい店があるんや。一杯付き合わんかい。上司の酒が飲めへんとは言わせんからな。そう宣言した引導警部の瞳がゆらりと光る。僕は彼女に上髪を見た。え、これどうなるんだろうな。あれ？ということで今回はここまでで終わりたいと思います。また次回、入り紙続き書いていきたいと思いますので。いやー、普通に純粋に楽しいわ、読んでて。本当に楽しい。また次回も楽しみにしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。またね。